ナンバーアンダーラインイの秘密を暴露。INZM スタンプラリー感想で手に入れた驚きの報酬とは、14日間の挑戦。ナンバーアンダーラインイのインツマラさん全記録とファンの反応をまとめ、ナンバーアンダーラインイの新曲 INZM は8月19日からスタートしたインツマラさんというスタンプラリー形式のプロモーションで多くのファンに新たな楽しみを提供しました。 このマラソンは、2週間にわたり、ラジオ放送風に音楽を楽しむアプリ、ステーションヘッドで実施されました。毎日1個ずつ配布されるスタンプを集めるという形式で、ファンは新曲を含むさまざまな楽曲を楽しみながらスタンプを集め、ゴールに向かって走り続けました。ナンバーアンダーラインアイは、メンバーそれぞれの個性が光るユニークなアプローチでファンとのつながりを深めています。このスタンプラリーでも、 ただ単に楽曲を聴くだけではなく、彼らのトークや特別なコンテンツが盛り込まれており、ファンとの一体感を生み出すことに成功しました。そして、2週間にわたるこの挑戦の最後には、満タンになったスタンプ用紙が公開され、そのメッセージがファンに感動を与えました。AISTRYMNN。ILYS という文字列が現れ、その意味をメンバーたちが一つずつ読み上げ、最終的に、愛してるよみんな。 i l y s という感謝のメッセージとしてファンに届けられました。このようなプロジェクトは、単なるプロモーションの枠を超えた特別な体験となりました。ファンたちは X、旧ツイッターなどで自身のスタンプ用紙を投稿し、喜びの声を次々とシェアしました。楽しかったない夏マラソン答え合わせがまさかの音声で聞けるなんてびっくり毎日の楽しみをありがとうといったコメントが相次ぎ、彼らの楽曲だけでなく、 その周辺で提供された体験全体が、ファンにとってかけがえのないものとなったのです。この企画の成功は、ナンバーアンダーライン愛が持つ得意な音楽性と、彼らがファンに対して持つ深い愛情の証でもあります。音楽的には挑戦的なスタイルを貫きつつも、ファンへの接し方はまさにアイドルそのものであり、そのバランス感覚が彼らの魅力を一層引き立てています。ファンは、私たちめちゃくちゃ大ごとにされてると感じ、 メンバーたちも、ちゃんとついてきてくれる、とファンを信じているからこそ、様々な楽曲に挑戦することができるのです。お互いにラブラブで幸せ、そんな関係が築かれていると言えるでしょう。インツマラさんの成功は、現代のエンターテインメントにおいてファンとのインタラクションがいかに重要であるかを示しています。音楽だけではなく、ファンとの関わり方、コミュニケーションの質がアーティストの成功を大きく左右する時代です。 この2週間のリスニングパーティーを通じて、ナンバーアンダーライン愛はファンとの絆をより深め、彼らの愛情に応える形で新しい楽曲の価値を高めることができました。さらに、このプロジェクトを通じて、ファン一人一人がコミュニティとしてのつながりを感じることができたことも大きな成果と言えるでしょう。通常の音楽配信とは異なり、リアルタイムで参加するイベント形式は、ファン同士の交流を促進し、 個々のファンが共感し合い、応援する気持ちをさらに強化させました。一人で聴くよりみナんなで聴いてる楽しさがあった、といった声が上がるのも、その証拠です。こうしたファン同士の絆が、アーティストの成長を後押しする要素となるのは間違いありません。また、今回の企画は、メンバーたち自身にとっても非常に重要な経験となりました。ファンからのフィードバックを直接受け取ることで、 彼らの楽曲制作に新たなインスピレーションを与えるとともに、今後の活動に対するモチベーションを高めるきっかけとなったでしょう。こうしたインタラクティブな体験が増えることで、アーティストとファンとの関係はより緊密になり、彼らの音楽がさらに進化していく可能性が広がっていきます。ファンの反応も非常にポジティブで、彼らの期待に応える形でのフィードバックが、今後の活動においても大いに生かされることでしょう。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーが、ILIs は本当愛されてるね、とコメントしたように、彼らの感謝の気持ちがしっかりと伝わっていることは、ファンにとっても大きな励みとなりました。ナンバーアンダーライン愛とファンの間に築かれた創始相愛の関係は、今後もさらに深まっていくに違いありません。そして、このような成功を収めた企画は、他のアーティストにも新しい可能性を示す一例となるでしょう。音楽業界において、 ただ楽曲をリリースするだけではなく、ファンと共に楽しむコンテンツを作り上げることで、より大きな成功を収めることができるということが証明されました。今後、No.1&I がどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンの期待はますます高まっていくことでしょう。最後に、No.1&I の INZM によって生まれたこの特別な瞬間は、彼らにとってもファンにとっても一生忘れられない思い出となりました。 音楽を通じて心をつなぐことの素晴らしさを改めて実感させてくれたこのプロジェクトは、今後も語り継がれていくことでしょう。この「インツマラさん」での体験は、単なるプロモーションの枠を超えて、ナンバーアンダーライン愛とファンとの深い絆を象徴するものとなりました。この2週間を通して、ファンたちは日々の生活に新たな楽しみを見つけ、彼らの音楽だけでなく、メンバーたちが届けてくれるメッセージに心を動かされました。 日常の中で、ナンバーアンダーライン愛との交流が一つの支えとなり、さらに彼らの音楽に対する情熱が増していく様子が、X、w ツイッターなどの SNS を通じて多く見受けられました。特に、最終日に発表された、愛してるよみんな、ILYs というメッセージは、ファンにとって何よりも感動的な瞬間でした。普段は直接的な言葉で感情を表すことが少ないメンバーたちが、 このような形で感謝の気持ちを伝えたことに、多くのファンが驚きとともに喜びを感じました。これは、彼らがファンをどれほど大切に思っているかを改めて確認できる瞬間であり、その言葉が一層重みを持つ結果となりました。また、この経験は、今後の音楽業界におけるファンエンゲージメントの新たなモデルとなる可能性を秘めています。これまでのように楽曲を単にリリースするだけでなく、 ファンと共に歩むプロセスを大切にし、リアルタイムでの交流を通じて音楽を共有することで、より深い絆が生まれることが証明されました。これは、他のアーティストにとっても示唆に富むアプローチであり、今後さらに広がりを見せるかもしれません。特に、このスタンプラリー形式は、ゲーム感覚で参加できる要素を取り入れ、楽しみながら新しい楽曲に触れることができる点で、ファンの熱意を維持するための強力な手段となりました。 音楽だけでなく、その周りにある体験やストーリーが、アーティストとファンを結びつける大きな力となることを示しています。そして、こうした取り組みが、ファン一人一人の中で特別な思い出として刻まれることで、アーティストへの忠誠心や愛着がさらに強化されるのです。このようなイベントが終わった後でも、ファンたちは INZM のアーカイブ再生を楽しみにしていると語り、その余韻を楽しみ続けています。 この後も、ナンバーアンダーラインイの楽曲が多くの人々に愛され続けることは間違いありません。彼らの活動はこれからも進化し続け、さらなる驚きや感動を届けてくれることでしょう。ファンとの関係が深まることで、次のプロジェクトに向けた期待も膨らんでいきます。音楽とファンとのつながりは、時代が変わってもその本質は変わりませんが、こうした新しい形での交流が増えていく中で、 ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがさらに多くの支持を集めるのは必然かもしれません。彼らがこの先どのような挑戦を見せてくれるのか、そしてファンたちがどのようにそれに依られていくのか、その展開が非常に楽しみです。今後も、ナンバーアンダーライン愛とそのファンが一緒に歩む旅路は続いていくでしょう。そして、その道のりがさらに多くの感動と喜びに満ちたものになることを、多くのファンが心待ちにしているに違いありません。 この2週間のインツマラさんは、その一つのステップに過ぎず、まだまだ多くの驚きと発見が待っているはずです。音楽を通じて心をつなぎ、さらに多くの人々に感動を届けること、それがナンバーアンダーライン愛の真髄であり、彼らの成功の鍵であると言えます。こうして生まれた思い出が、これからの彼らの活動においても大切な支えとなり、さらなる飛躍を遂げることでしょう。 ファンとの強固な絆を持つナンバーアンダーライン愛は、これからも進化し続け、私たちに新たな感動を届けてくれることを、誰もが期待してやみません。